妙にムシムシする日でした。午後から妙は茶会の打ち合わせに出かけるはずで、衣類を揃えていました。車の音がして、しばらくすると、運転手に捕まった格好で、巫舞が庭先に入ってきました。あら。大丈夫だよ。電話したら来てくれ。前川さんは荷物を置いて立ち去り、座敷へ入りながら、巫舞は額の汗を拭いています。妙は手ぬぐいを絞って差し出し、どこかのお帰り？それともいらっしゃるところ？巫舞は黙って椅子にかけました。どこへも行かないよ。あんた、出かけることがあるの？ええ、ちょっと。いいよ、留守番していよう。その間、昼寝してるよ。そう？3時までには戻りますけれど。3時？ダメ、遅すぎる。ちょっと顔を出して、急用だと。本当に急用なのだ。妙はじっと巫舞を見つめて、巫舞がかなり苛立っているような、唇の端がピクピクしているのに気がついて、外出をやめる気になりました。冷たいもの、お茶、何か一口示したらいいわ。それとも空腹なの？巫舞は喉が渇いているし、顔を洗わしてもらうよと湯殿に行きました。妙は、出かけなくてもいいの、お断りしますから。え、そうしてくれるか？巫舞はジャブジャブ顔を洗って、服も脱ぎ捨てるとお湯で胸を拭きました。ああ、さっぱりした。何しろ、朝からわからないことを、くどくど言って、何でも自分の付き合いに顔を出してくれと、昨夜は連行されてさ。僕が何も、サイ君の付き合いに顔を出すの出さないのと、バカバカしいこと言うなと、先に帰ったのを、今朝になって、くどくど言い出したんだ。巫舞の言うことも、ことのいきさつが半然としないばかりでなく、後先が乱れているのは、よほど劇場に駆られているのであろうと妙は察しました。そう、ゆっくり伺うわ。一休みなさったら、それからにしましょう。巫舞はワイシャツ姿でその場に横になりました。妙は枕をあてがい、麻布団をかけて台所に行き、くず切りでも作ろうかと弱火で吉野くずをかいていました。砂糖とレモン汁を入れて流し箱に入れ、少し熱気を抜いてから冷凍室へ入れました。巫舞は15分も横になっていたでしょうか。よく眠った。いい気分になった。なんだかプンプンして入っていらしたわ。そうかい。ごめんごめん。ダメじゃないの。怒ると毒素が出て病気になるのよ。私、それを聞いてから怒らないようにしています。てきめんに毒素がなくなったわ。毒素とはうまい言葉だ。その毒素に当てられてさ、こっちは毎日
毒薬を飲んでるようなものだな。ここへ来るとふーっとその毒が消えてくる。越後から妙の小さい頃には毒消し売りの女が来て、夏になると毒消しを飲まされたことを思い出しました。人間には何らかの毒があるのです。毒にあたるのです。それを消滅させるだけの薬効があったかどうか知りませんが、タエは毒消しという心理作用はあったように思うのです。冷たいくず切りをガラス鉢に持って行くと、ミブはすっかり機嫌よくなった表情で、うまそうだ、お手製で、僕も菓子を和洋取り混ぜてきたが、そんなものよりそっちの方がいい。するすると冷たいくず切りを2、3回すすって、ミブは話し出しました。息子夫婦が突然家を出ると言って、さっさと自分の車で出て行った後、トラックが来てまとめておいた家財を運び出した。どうしたんだと聞いても、サイ君はカンカンになっていて、あなたが止めてくださらないとか、昨夜だって息子と話ぐらいなさったでしょ。いきなり出て行くというのを黙っていらしたんですかと、食ってかかるしね。僕は嫁もよくやってると思っていたよ。息子はわがままなやつだが、お袋に取り入っていたからうまくいっているとばかり思っていた。それがこの騒ぎで。タエは返事に困りました。じゃあ行く先はもう決めて終わりだったのかしら。いや、ともかく嫁の実家へ引き上げたらしい。それが憎らしいと、サイ君はあんな人でなしの嫁は離縁させますと、まるで自分の嫁のように言うんだ。息子と嫁がこそこそ相談していきなり家を出たのはけしからんけれど、僕だって家を出たいのだから無理もない気がしている。なんだかみんな混乱していたたまれないような空気があるんだ。人の心をかき乱す何かの感情の行き違いでしょう。ミブは不思議な家庭だと思うだろう。サイ君を腫れ物に触るようにしていたのが、もうここへ来て限度になった。僕もそうだが、息子夫婦だってよほど答えたことがあったんだ。聞いても仕方がないよ。僕は両方に腹を立てている。バカにしてる。と、また興奮気味になるのでした。タエは身の回りその他、これだけ神経の細かい頭の切れる身分が、なぜ気の合わないサイ君と結婚したのだろうと思いました。気に入らない奥さん、なぜもらったの？お皿一枚だって、あれだけ吟味なさるのに。母がいたからね。少し頭の悪い方がいいと思った。再起走ったのでは、母と折り合いはないと思った。あなたの奥さんじゃないの。タエは今になって不平を言うミブを少し勝手にも思いました。直接ミブのサイ君に会ったことはありませんが、
話を聞いただけでも、身分の性に合う人のような気がしませんでした。言い訳はしないよ。結局、母は冷たい年月を送った。細君の方が強くて、しつこくて、諦めてしまった。すまないと思っている。こういう手違いも、運命だと思っていたが、僕は、もう運命に従わない気になった。自分の馬鹿に気がついた。タエはなお身分を責める気にはなれませんでした。日が曇って急に冷たい風が吹き出しました。涼しくなったわ。雨になるかしら。身分も立って庭へ出て両手を天に向け、スーッとした。いつもこんなに晴れ晴れしていたら、長生きするな。そうね、そうしましょう。断りや白菊の、断りや白菊の、着せ綿を温めて、酒をいざや汲もうよ。身分は、急に低い声で歌い出しました。気分がいいのでしょう。タエは安心して庭に下り、身分に沿って山の方へ歩き出しました。野菊が咲き乱れ、葉芸棟が色づき始めました。この裏の戸はもっと厳重に囲って、庭木戸も鍵をかけた方がいいね。あなたがぬーっと入れなくなりますよ。いや、僕はどこからでも入る。幽霊になってもやってくる。まあ、君の悪いこと言わないで。幽霊だって好きなところへ来るのだよ。思いのあるところへ出るのだよ。タエはまじまじと身分の顔を見つめました。ただごとではない気がしたのです。降りそうだわ。入りましょう。それから寝室に毛布を敷いて身分をそこへかけさせ、やっぱりいつもと違うわ。気分はどう？いいよ。あんたのそばで死ねれば本望だ。他に僕の行き場はない。タエは身分をそのままにして近くの医師を呼びました。往診に出ていました。運転手の家にも電話をしました。すぐ連絡を取って、医師を連れてくるように。どうも、様子が変です。一人では心配です。すぐ来てください。身分は、タエの姿を追いながら、目を見開いて。何してるの？そばにいてと言ってるのに。何を慌てているんだ。かすれた声で言いました。はい、どうしました？どうもしないよ。身分が差し出した手を握ると冷え切っているのです。タエは顔色が変わっているのに気づきました。ニトロールはどこ？上着のポケットを探りました。何かいっぱい入っているので全部引き出してみると、書類やら札入れでした。そうだ、
自分も持っていたはずと、タエは奥へ駆け出し、薬の引き出しをガタビシ開けて、ニトロールの袋を破りながら、寝椅子のそばへ戻ってみると、ミブーはすでに紫色に変色して、瞳孔が動きません。タエは揺り動かしました。どうしよう。胸をさすりました。そのうち恐ろしくなって、そこに座り込んでしまいました。まだ死んではいない。医者へ電話をかけ続けていると、車が来ました。前川さんが駆け込んできて、女房から知らせがありました。私は音もした時から気になって、近くの駐車場で待ち、女房に伝えておいたのです。そう言いながら、寝椅子のそばへ来て、青くなって、ミブの胸を摩擦し、人工呼吸をしだしました。どう？お医者は？会社へは？はい、女房が連絡しております。ともかく、呼吸を。前川は汗をかいて人工呼吸をしていましたが、力尽きたように、呼吸が止まっています。医者が来ました。タエの説明を聞いて、すぐ診察しましたが、静かに顔を向けて、いけません。お苦しみはどうでした？いいえ、何にも。眠っているのかと思いました。大往生でしょう、ご本人は。途端に、タエは、ミブが自分のところへ死にに来てくれたと思いました。死に目に会えたのは、タエ一人なのです。見開いた、瞬かぬ目の中に、タエの顔は映ったのです。ミブが最後に見たのは、タエの顔だけでした。それからの始末は、タエの見知らぬ人々の手で、請求に運ばれました。ミブの家からは、誰も来ませんでした。タエは、口も聞かず、うつむいたまま、合唱していました。ミブが、もうどこへ連れ去られようとも、タエとのつながりはなくなるでしょう。宣告まではタエの人でした。死がミブを連れ去ると同時にタエからも引き離しました。抜け殻だけが持ち運ばれるような思いで死の後のざわめきをタエは空虚に眺めていました。いなくなる。もう来ない。電話もかからない。そう思っただけで、タエは真っ逆さまに突き落とされたようなショックで気を失いました。何時間経ったのかわかりません。タエが目を開けたとき、そばに見知らぬ女がいました。シーンと家の中は静まっていました。どうしたのでしょうか。ご心配のないようにいたしましたから、私は前川の家内でございます。まあ、ご迷惑かけたのね。いいえ、あちらはお手が揃っていますので、前川が奥様がしっかりなさるまで
いるようにと、家の方は年寄りもおりますから。たえはまだ頭がぼーっとしていました。どうしたのだろう。記憶をたどって、はっとくず切りを作ったことを思い出しました。それで、みぶさんは？救急車で病院へ行く途中。亡くなったの？亡くなられました。たえははっきり思い出しました。それは嘘です。みぶはたえの目の前で死んだのです。くず切りを食べて、庭を歩いて、それだけの別れを惜しんで、たえの手の中で死んでいったのです。わざわざ死にに来てくださったのだわ。さようでございます。前川の家内はポロポロ泣き出しました。いいお方でした。私どもは15年お供をいたしました、と泣くのです。たえは短い月日の濃縮した時間の激しさをかみしめていました。死という形以外で、身分と別れることはなかったでしょう。まだ終わりの火花がパチパチ燃えているような壮絶な別れでした。外がほの明るくなりました。何時でしょうか。明け方の4時ちょっと過ぎました。え？そんなに眠ったの？私。何かお医者様がお倒れになった時、眠るような手当てをなさったそうです。たえは自分が眠っている間にすべてのことが終わったのを知りました。誰のいたわりであったのか、きっとそれは身分へのいたわりと続いているような気がしました。ごめんなさいね。電車が通ったら帰っていいのよ。いいえ、どなたかお手代わりの方が見えるまでいるように申し使っております。たえは哀れな自分の状態を是認して目をつむりました。小倉山のしぐれが胸の内に降りかかっている。冷たい、寂しい、しかし激しい思いがこみ上げてきて、たえは思わず言ったのです。不幸ではないの。みぶさんは思いを遂げて亡くなったの。あの方の願うような死に方をなさったの。夜が明け染めました。金の筋のような光が戸の外に差しています。戸を開けてください。お天気らしいわ。たえの部屋の戸が開けられると、たえは身分が横になった次の間の寝椅子に目をやりました。そこには事故現場のようにポツンと真っ白な布がかけられていました。そうだわ、花がなくては。たえは起き上がると、ふらふらと庭へ出て行って、つゆに湿った朝顔や野菊をたおって、白い布の上に置きました。草の道を歩いたのは、ほんの一刻前のことでした。みぶは、この草花の上を踏んで、生きて、
この世の景色を眺めて、妙のそばで死ねると意識したのでしょうか。死が胸元に迫っていることを自覚したのでしょうか。虫の知らせということはあるものなのでしょうか。妙は身分に音もなく近づいてきた死が、不意というよりも切羽詰まった瞬間の消滅であったと、凍ったような寒さを感じました。ムシムシした湿った午後でしたが、寝椅子の上の白い布を剥ぎ取り、置いたばかりの梅雨の滴る花も押しのけ、妙はそっと椅子に身を寄せました。いない、身分はいない、本当にいなくなってしまったのだろうか。影も形もありません。死というよりもいない、見えない、いなくなったことだけが妙の心を沸騰させていました。